今日はどうもお忙しい中、特に3連休と言いましても、もう我々はあまり関係なくなってるんですけど、3連休の初日というこのいうふうにたくさん集まっていただきまして、本当にありがとうございます。今年の1月にここをお借りして、一度やりました。今回は秋、ちょっとまだ秋というにはね、かなり煙がある、特に日中、そういった時期でございますけど、まあ、そういう中で、またこうやって楽しく仲間とあのゴルド音楽を演奏できるというのは非常に、幸せだなと思っております。で、今日はあの正規メンバーは3人でして、ゲストで、八丁堀ベンチャーの方から奥津さんお招きいたしました。何分あの私どもだけのレパートリーでは間に合わない部分も結構ありますね。まあそういう中でちょっと今回は趣向を変えて1曲だけボーカルナンバーもやります。なんとかマンネリに陥らないように、これからも楽しんでいきたいなというふうに思っております。ではぼちぼちスタートしようと思います。じゃあ1曲目ですね。
どっちともかなりどう猛な駅のそこら辺のルールですが、使われたようにした曲です。続きまして、すいません切るの忘れてました。ごめんなさい、いろいろ打っていただきまして、はい、ブラックサンドビーチ、これはベンチャーとかやってます。オリジナルはタイムエイドですね。ブラックサンドビーチ、多分湘南海岸、そこら辺ってマックロイスナーですから、まあ、ハワイにも同じようにブラックサンドビーチっていうのがありますけどね、まあ、熱烈なベンチャーズフォロワーだったタイムエイドのオリジナルです。で、ブラックサンドビーチ。
メリカントへの放送になりますです。大島です。ご覧の通りの名古屋出身単身赴任で広島へ行くのよくやるよと思うんですけどね。英語曲でしょ。まあさすが、さすがですよね。さすが中日広島。今日来ました。まあ本当助けてもらってます。3年前からね、単身赴任で、まあ彼も時間があればということで楽しんでくれてます。で先ほど申し上げました大仏でございます。まあ、彼とはね、仕事をしてたことから知ってて、まあ、随分長い腐れみたいな方なんですけど、まあ、今日今回はね、いやいやながら何とか手伝ってもらえないとこれからもよろしくお願いします。ここでちょっと、おくつさんのね、リードナンバーを2曲私、ごめんなさい、私が吉村と申しまして、こんな感じの中では来年は何年も安心とるかなという年になりましたが、相変わらずキャラクションリーダーを作っているということで、次の曲オクスさん、あ、違う、で、もう一曲ベンチャーズナンバーで、じゃあレッツゴーを行きます。レッツゴー、
ルニア州の次はハワイ州ということでこれをやります。前回これを着て出たんですね。ちょっとこの曲やらなかったら、なんでやらないと言われまして、私弾けないんですね。この人弾けますから。ということで今日はハワイライブをお届けできます。ということで奥さんのソロでもう一曲ハワイファイブを。
なかね、いいですよ。やっぱりあの時代の音楽っていうのは、まあ、最高です。ディアベンチャーズの最大の最高傑作だと私が思っている曲を2曲いきます。1曲目はおなじみ永住番外の冊子。
ちょっと今後ね。ありがとうございました。